林城は松本盆地南東部の山上に築かれた山城です。15世紀後半に信濃守護小笠原清宗が築城したと伝えられます。小笠原氏は室町時代には信濃守護職を代々務め、先祖は武田氏と同じく開元寺の祖源清光という名家です。信濃の国では北信濃の村上氏と並ぶ勢力を誇っていました。林城に移るまでは平野部の伊川城を居城としていました。林城は王城と古城その間の居間域と想定される地点からなる小笠原氏の壮大な山城です。谷部にある林山越し遺跡では15世紀末頃に造成された平場から大小の礎石建物跡や火災で焼けた中国産や瀬戸産の陶磁器が多数出土しています。こうしたことから谷部には小笠原氏の居館だけではなく家臣たちの屋敷や寺社なども存在したと推定されています。また現在の林集落周辺にも古い地面や道に沿った町割りが見られることから林城城下に広がっていた町の痕跡とも言われています。諏訪軍や伊那軍を制圧した信玄は続いて佐久軍へも侵攻しますが、1548年の上田原の戦いでは小さ方軍の村上義清と激突し初めての敗北を喫します。これを好機と小笠原長時は4月には村上氏仁科氏と共に諏訪軍に侵攻し、6月には諏訪下社を占領しました。西方州と呼ばれる諏訪地域の地侍と呼応した長時は7月には塩尻峠まで出陣しました。この動きを知った信玄は甲府を出発し、7月18日には上原城に入ります。7月19日早朝、信玄は密かに兵を動かし塩尻峠の小笠原勢の陣営を吸収しました。小笠原勢の大半は就寝中で武田勢と戦うことができる状況ではなく1004人が討ち死にしたと伝えられています。長時は命からがら居城の林城に敗走しました。塩尻峠の戦いが行われた場所についてはカッツル峠との説もあります。この時の戦死者を弔うための江戸時代に作られた塚が今も塩尻市に残されています。1550年信玄の攻撃を受けた林城は自落し、長時は村上義清を頼って塩田城に逃れました。小笠原氏は長く支配してきた中信濃を失うことになったのです。信玄はこの塩尻峠の戦いによって上田原の大敗で受けた打撃を回復したのみならず、小笠原氏を追い落として中信濃を制圧することに成功しました。信玄は北信濃を除く広大な領土を支配することになったのです。次なる目標は宿敵村上義清が支配する北信濃です。さらにその先にはライバルとして長く渡り合うことになる越後の上杉謙信が控えていました。林城は北峰に王城、南峰に古城、その間の谷部に旅館を置き、さらに東側の峰には市城の水盤城を築いて守りを固めています。王城は尾根城にいくつも曲輪を重ね、要所要所に堀切りを設け、最高所に主閣と副閣を置いています。副閣手前の堀と土塁を通って進みます。副閣を見渡しました。当時はこの階段はなかったようです。副閣に入ります。副閣は幅30メートル、長さ38メートルを測る主閣に次ぐ車です。主閣に向かいます。途中に設けられた堀切りです。主閣に入ります。北、東、南の土塁です。西側にはありませんが、
本来は西側にもあったと思われます。主閣は幅23メートル長さ60メートルを測る王城最大の曲輪です。南の土塁の一部には石垣が残っています。東側の土塁の外面にはこのように石が散乱しています。北側の土塁です。小口はこの面にあったようです。主閣南東の堀切りは尾根を伝ってくる敵から背後を守るためのものです。何箇所にもわたって設けられています。主閣北東の尾根上に設けられた連続する3つの堀切りです。堀切りの間の高まりから見渡しました。古城の縄張りです。前面の尾根上に無数の廓を設け、背後の尾根も堀切りで遮断して防御を固めています。北側からの登り口です。主閣東側に設けられた長大な縦堀です。同じ縦堀を中腹から見ました。北側の尾根上に広がる曲輪群です。大きな曲輪はほとんどなく、建物がなかったのではないでしょうか。このような狭い曲輪が連続しています。縦堀から深く北面を見上げます。隅の石垣が見えます。深く北西隅の石垣です。主閣北面を見渡したところです。下部には石が散乱しており、この面にも石垣があったと思われます。主閣東面の石垣です。比較的扁平な石を積み上げた特徴的な石垣で、この地域の城ではよく見られる石垣のようです。主閣西堀以上から見渡しました。主閣南堀と手前の石組です。主閣南堀以上から見渡しました。主閣から背後の堀切りを見渡しました。この堀切りは城内最大級の規模です。堀切りの北側は谷付近まで伸びており、幅も広いです。林城は1550年の武田信玄の侵攻によって自落し、以後信玄は平地に深志城を築城して府中支配の拠点としたため廃城となりました。1582年の武田氏滅亡後は武田氏の丘陵をめぐって争奪戦が始まります。そして林城を追われた小笠原長時の子定義が徳川家康の力を得て丘陵を回復し、深志城後の松本城を新たな拠点としました。小笠原氏を追い落として中信濃を手中に収めた武田氏は滅亡し、追い落とされた小笠原氏が丘陵を回復する。歴史の皮肉を感じざるを得ません。